しっかり震災。あれ、この人は。彼女の名前は皆川一。私のひいおばあちゃんにあたる人です。聞くところによると、どうやら私は大正14年の時代に来てしまったらしく、うちが見つかるまでは無理言って彼女の家に泊めてもらえることになったのでした。あのこのまま帰れずに終わっちゃうのかな。そんなの嫌だよ。こんなことになるなら、せめて声くらいかけておけばよかった。びっくりした。てっきり覚えてたのかと。いやいや、もう何年も前の話よ。覚えてるわけないじゃない。その呼び方で私を呼ぶのも、今日が初めてじゃないことを。先輩？きっと駒野くんも後悔している。あの時みんなの前で言わなければって。あたしも後悔している。どうして逃げてしまったんだろう。多分あの時クラスの誰もが知っていた、あたしと駒野くんの両思いを。あたしはそれがとても悔しくて、とてもとても恥ずかしかった。才能とかそういうのは初めっから決まってて、努力なんか無意味で。今思えば、今まで何一つ本気でやってこなかったな。学校にも行かず、ただ毎日を生きただけ。私の人生つまんなかったな。そんなことはありませんよ、ご主人様。ご主人様のことはまだよく知りませんが、見たところまだお若い。人生というものは長いのです。何を落ち込むのです。何よりいい魂を持っているというの。